皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。今回の動画は貯金1000万円の日常作者、お金が貯まる部屋を大公開します。今まで秘密にしてきましたが、私が住んでいるこの部屋はお金が貯まるだけではありません。お金も生み出してくれて、税金対策もしてくれて、出ていくお金も減るという、実はすごい部屋なんです。お金が貯まる部屋。お金が貯まる理由は、この部屋は居心地がよく過ごすことができるため、無駄な外出を減らすことができるので、その分のお金が貯まるからです。ナチュラルなカフェをイメージして家具や設備を選んだので、部屋を散らかさなければいつもベッド付きのカフェです。ベッドは大手のお金のチャンネル、リベ大両学長がおすすめしていた評判の良いコアラマットレスのものを使用しており、安定した寝心地と適度なフィット感がいい感じで、下手なホテルのベッドのものよりは寝心地はいい感じです。私の使っているコアラマットレスにつきましては、概要欄またはコメント欄に楽天のリンクを貼っておきますので、ご興味をお持ちの方はぜひ覗いてみてください。コアラマットレスの値段自体は10万円以下のものを使用しており、そこまで高くはなく、インテリアにもマッチしていて、いいものを買ったと自分では思っております。話は部屋のことに戻ります。見栄えよく片付けやすく散らかることを防止するために、物は少なめにシンプルにし、厳選したものだけを置いております。お金を呼ぶ空間と名付けたミニ机に置いているものをご紹介します。一つ目はマジで聞いてご利益のある西宮恵比寿商売繁盛の福笹。二つ目は桃源郷のお土産の美しすぎる箱。3つ目はアロマランプ。4つ目はスキンケア用品と化粧品を入れるための木製の箱。5つ目はお気に入りの本類です。この空間は縁起が良くて、気分が和むように考えております。数ヶ月くらい前からこの世の暗さと闇具合に直面しており、そんな世の中から逃避してほっこりとしたいので、この空間に模様替えをしました。まだまだアンケートは途中ですが、1000人以上の人から回答をいただいたところ、約4分の1程度の人は病んでいることが判明し、この世は病んでいて、この病んだ世界から逃避してこの部屋にこもり、怪になりたいと思いました。話は戻りますが、福笹はすごく効果のあるお守りで、収入が倍増しましたが、部屋にはあまり合わないと思っておりました。桃源郷の美しすぎる箱と組み合わせると、縁起が良くいい感じに上品にまとまりました。これ以外にもお金が貯まりやすくなる小さな配慮があります。見栄えの悪いものやごちゃごちゃとしたものは、扉を閉めて隠せる戸棚に入れて隠しております。この部屋はウッディナチュラルシンプルで散らかしにくく片付けやすい部屋を目指しております。そのおかげでマクドナルドレベルのファーストフード店や、コメダコーヒーレベルのカフェよりは圧倒的に居心地は良く、外食費も実は抑えられております。一つの部屋で暮らせるように配置をしたので、ベッドも動画編集&食事テーブルも同室で、他にも部屋はありますが、ほぼこの一部屋6畳で暮らしているので、光熱費も安く済み、お金が貯まります。お金を稼ぐ部屋。そしていつも映っているこの部屋は、当チャンネルのスタジオ、動画編集室、事務室、住居なのでお金を稼ぐ部屋です。仕事にも使っているので、椅子は事務用の椅子を使っています。結婚していた時に子供と夫と使うことを予想して、大きなテーブルを買いました。離婚した当時は一人にしては大きすぎると思っていました。しかし資料を広げたり、途中でご飯を食べたり、お茶をしたりしても、余裕な広さで仕事に使うには大きい方が使いやすくていい感じです。部屋で仕事をするのならテーブルは重要で、
大きい方が仕事がはかどりやすいので大きい方がおすすめです。テーブルが大きいので花をいくつか飾ることもできて、部屋を華やかにするのにも役立っております。ちなみにこの花は芍薬という花です。節税部屋。推測や適当なことを言っているわけではなく、税務署にも聞き申告もしましたが、撮影スタジオや動画の編集に家を使っていれば、家賃の何割かを経費で落とすことができます。そして部屋の雰囲気を良くして、動画をいい感じにするという目的で、飾る花なども動画で使えば経費で落とすことができます。何でもかんでも経費で落とすということはダメで、制限はありますが、住居をスタジオや在宅ワークの作業場にすれば、ある程度の割合で経費にできるので節税になります。光熱費はもちろん、意外なものも経費にすることができるので、部屋を副業の仕事場にするのはすごくおすすめです。サラリーマンにはこのような経費は認められておらず、ここが個人事業主が有利なポイントです。金の貯まる部屋の裏事情。ここで少し裏事情をお話しさせていただきます。いつも動画に映っている部屋は、スタジオや動画編集室として使用しているので、プライバシーに関わるものが映り込まないようにしております。見られて困るやばいものや、見栄えが悪すぎるものは隣の部屋に保管しており、隣の部屋の一部は倉庫として使用をしております。そして働きながら動画を作成し、友人や育ての親との時間を確保したり、お出かけをしたりするので忙しくて疲れるので、実は家事の精度は落ちまくっており、ある部分で手を抜いています。私がいつも座っている1メートル先、襖の裏側にそのしわ寄せが来ていて、洗濯物はぐちゃぐちゃの山盛りです。家事も仕事もいろいろなところで手を抜いており、ある程度手を抜かないと、疲れてヘトヘトになって体調を崩したり、病むので目立たないところは適当です。会社では女子トイレの個室内、家では襖の裏で手を抜いています。最後に部屋選びで気をつけたいポイントをご紹介します。まずはじめに部屋を選ぶときに気を配っているポイントは、風通しが良くて日当たりが良いことです。ジメジメとしていて風通しが悪いと、湿度がたまりカビやダニなどが発生します。そうすると布団や家具がカビてダメになり、部屋の掃除も大変でカビを吸ってしまい健康にも良くありません。マンションの1階で湿度が高いとダニが発生して、ダニ対策にお金がかかり、体中虫刺されだらけになりました。風通しが悪く湿度が高い畳部屋だと、カビを吸い込みながらダニに刺されて、家具もダメになっていくので健康に悪く、対策のために手間と出費が増えるので、絶対に避けてください。日当たりも重要な要素で、日当たりの悪い物件はデメリットだらけです。日当たりの悪い暗い部屋で過ごすと、日光を浴びられないのでうつ病の原因になり気分も落ち込み、それだけで生活の豊かさが消えるのでよくありません。レースのカーテンで優しい昼の光が部屋に入り、花や植物の飾られたふんわりとした空間で過ごすことに幸せを感じています。もしこの部屋が暗くてジメジメとしていたら、ふんわりとしたこんな感じの幸せは感じられません。日当たりが悪いと洗濯物が乾かなくて、コインランドリーを利用する羽目になったり、布団干しも十分にできず、お日様の香りは夢のまた夢です。日当たりが悪い部屋は、お金がかかって満足度の低い生活をすることになるので避けてください。日当たり、風通しが部屋選びにおいて重要な理由をまとめるとこんな感じで、デメリットが多いので特に湿気が溜まりやすい物件は、絶対に避けた方がいいと思います。結婚をしていた時に子供が生まれることを考え、何も知らずに1階を選んだところ、湿度の高い物件の1階に住んだ時には、ダニとカビだらけになり、対策に追われてお金がかかり、
夜は痒くて眠れなくて大変な目に遭ったことがありました。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。